クリスマスイブの日に警察署の元に届いた一通の手紙。本日12月24日、ヒカペイを爆破する。上司の制止を振り切って現場に駆けつける山内。そこには半径5キロを破壊できる高性能の次元爆弾が。ときめきパンティーバロン最終回、パンティーバロンよ永遠に、まもなく開演です。くそー、俺の力ではこの高性能の次元爆弾を解体できない。だからといって5キロにいる市民を避難させればパニックになってしまう。ちくしょう、一体どうすればいいんだ。はっ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 は、お困りのようだな。貴様は土下座して風俗嬢が吐かぬなら吐いてみせましょう。そのティーバッグパティーバロン。パティーバロン、なぜお前がここに。つーかお前、今お前にかまってる暇ねえんだ。俺はこの高性能の次元爆弾なんとかしなきゃいけない。パティーポシット吉田沙保里にセットアップ。お化けとジェットコースターが苦手です、吉田沙保里。空気を読めよ。もう何やってくれてんだよ。俺の目の前で被害届が出てパンティをかぶったらお前を逮捕するしかねえだろうよ。お前くっそ、パンティだろ、パンティバロン、お前を逮捕だ。何、目の前から消えた。おいよ、バキ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 、うわー、俺の左足の骨が粉々に。するよ、ボキ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 、うわー、俺の左腕の骨が粉々に。さすが吉田沙保里、霊長か人か最強の女の実力だ。うわ、でも俺こんな体じゃこの次元爆弾を解体できねえ。だから俺がいるんだろ、チョコボー。チョコボー、なんで俺のニックネームを知ってんだよ。まだ俺が誰だかわからないのか。俺だよ、加藤だよ。加藤ちゃん、加藤ちゃんがパンティーバロンだったのかよ。ああそうだ。とんだ傑作だよ。俺が血まなくなって探してた下着泥棒が俺の親友だって、どうやって上司に報告すればいいんだよ。ふざけんなよ加藤。全てはこの日この時この爆弾のため。なんだって。チョコボー、この世界には男性社会、家庭、子育てから全ての女性の解放を歌う悪のノーパンノーブラの組織キヨミーが暗躍していることは知っているな。史上最悪のテロ集団だ。ああそうだ、俺はパンティーバロンとして一人キヨミーと戦っていたが、いかんせん奴らの力は強大、どうすることもできなかった。だから下着泥棒をしていたと。ああ、そしてキヨミー最大の目的は全ての女性のクリスマスからの解放。だからこのクリスマスのシンボルであるヒカペイを爆破するってことなんだ。でも加藤ちゃん、この高性能の次元爆弾はよっぽどの頭脳がねえと解体できねえ。あ、まさか。そうだ、だから俺はおぼかたを抱いた。嘘だ、利権のおぼかたさんは42歳童貞のお前にとって初めてできた彼女だったんでねえか。俺とおぼかたが付き合ったのはこの高性能爆弾を解体することができる頭脳が詰まったパンティーを手に入れるため。それ以上でもそれ以下でもな。大丈夫か、頭が痛いのか加藤ちゃん。くそー、だがもう時間が迫ってる。さっさと済ましちゃうぞ。パンティーポシェット、おぼかたパルコンにセット。どうしたんだ。パンティーにメッセージが書いてある。パンティーの中におぼちゃんからのメッセージが書いてあるんだ。なんて書いてあるんだ、読んでくれよ。あなたがこのメッセージを読んでいるということは、私のパンティーをかぶる最中なんでしょうね。私はゆうきくんがパンティーバロンで、私と付き合ったのは私のパンティーを盗むためだってこと、初めから知ってました。ゆうきくん、私はあなたに伝えなければならないことがあります。ゆうきくん、今あなたが襲われている頭痛は、何年も頭にパンティーをかぶり続け、パンティーのゴムが頭蓋骨を圧迫したことによる後遺症。あと1回でもパンティーをかぶれば、あなたの頭蓋骨は砕け、
もう元のゆうきくんには戻れなくなります。どうか私のパンティーをかぶらないでください。あなたは十分に戦いました。もうこれ以上自分を傷つけないでください。私は今空港にいます。もし少しでも私のことが好きならば私に会いに来てください。心から愛しています。おぼかたパルコ。おぼ、何やってんだよ。あんたボロボロなんじゃねえかよ。もういいよ、空港に行けよ。俺はしがない下着泥棒、パンティーバロンだ。だからパンティーポシェット、おぼかたパルコンにセットアップ。加藤ちゃんの頭蓋骨が砕けた。くそ、時間がねえ。おぼと俺の初めての共同作業です。おぼの角を俺に。間に合うのか。時計が止まった。助かったんだ。加藤ちゃんやったよ。あんなにお空にパンティーがあったら僕食べきれないよ。加藤ちゃん、パンティーがすごい。もういいんだ加藤ちゃん。見ろよ加藤ちゃん、みんなヒカペを見ながら笑ってるよ。この平和は加藤ちゃんとおぼちゃんが作った平和だった。メリークリスマス。はい、というわけでパンティーバロン最終回いかがでしたでしょうか。いや、感動的な話でしたね。チョム加藤です。さて、いよいよ12月ですね。クリスマスがやってきます。この季節になると、あなたが本当に欲しいクリスマスプレゼントは何？なんてアンケート調査があって、服だ、宝石だ、あるいは現金だみたいなリアルな答えから、彼氏と過ごす大切な時間が一番のクリスマスプレゼントだと思いますみたいな、いい話がいっぱい飛び交いますね。そんな調査が俺みたいな42歳の童貞に一体何の意味があるんでしょうか。響かないんですよ、そんな調査。分かってんすか。俺みたいな童貞が今クリスマスに一番欲しいもの、なんだか分かりますか。それは屈託なくクリスマスを楽しますことができる自信に満ち溢れた心です。まっすぐな心です。でもないんです、それがないんですよ。こんな僕と24日のクリスマスのイブを一緒に過ごしてもいいという女性の方がいたら、仙台市若林区6号にある僕の実家に来てください。いっぱいエッチなことをしましょう。今年もまたクリスマスに彼女できなかった。